なかなかできない。で、当事者たちはじゃあどういうことに悩んでいるのか。まずは一つ目は自分へのカミングアウトという壁をなかなか乗り越えられないということがあります。私たち当事者も、社会の価値観を内面化しています。社会の価値観を内面化していますから、私も初めて自分が同性愛者かもしれないと思った時に感じたことは、この感情は否定しなきゃいけないってすごく思いました。私は自分が同性愛者であるということをまず最初に受け入れることは難しかったんですね。で、それはなぜかというと、まあ、私自身が育ってきた環境の中で正しい知識を得る機会がなかった。当事者と出会うこともなかった。で、これはちょっと笑い話なんですが、私の中でレズビアンっていうイメージは女子プロレスラーのなんかすごいごっついイメージだったんですね。で、ある人たちは宝塚のイメージだったりするわけですね。レズビアンのイメージでなかなかいろいろあって、で、こう年配の男性に聞くとポルノのイメージに変わっていくっていう、まあ、レズビアンにもいろんなイメージがあるわけですけれども、そんな中ですごく自分の中でイメージが悪かった。だからまさか私がそういう人ではないんじゃないかと思ってました。そういう意味で自分をずっと否定し続けること、自分の気持ちを認めないということが、私自身がありのままの自分でいていいんだとか、自己肯定感というのがとても低いということがありました。で、こういうことで今じゃあ社会的に何が起こっているのかというと、調査からも分かるように、10代の、子どもたちの当事者たちの、自己肯定感が低い。そしてその人たちの起死燃料、自殺燃料ですね、自分はいてもいなくてもいいんじゃないかとか、自分はこの世に別にもう生きていなくてもいいんじゃないかというようなことにまで自分を否定してしまうというような問題がもう一つあります。そしてもう一つの問題が、今日皆さんと一緒にお話をするパートナーシップの問題ではないかなと思っています。で、これら両方の問題、言えることは不可視化、社会の中にレズビアンやゲイやバイセクシャル、トランスジェンダーと呼ばれる人たちがいないんだという前提でこの社会のシステムが作られているんですね。そのシステムのせいでどういう不都合が起こっているのかということも見えないし、そういう圧力があるせいで当事者が何に困っているのかということですら声を上げにくい、やっぱりここがあるんではないかなと思います。で、私自身はカミングアウトという選択をしました。カミングアウトというのは見える存在になることですよね。で、どうして見える存在になることが必要か。それは見える存在にならなければ、私たち当事者が抱えている問題が伝わらないと思ったんですね。伝えられない。見える存在になってこそ初めて私たちがこの社会で生きていく中で何に困っているのかということを伝えることができるし、私自身も困ったロールモデルがない問題、自己否定の問題、正しい情報がない問題、こういうこともカミングアウトして見える存在になってメッセージを発することで少しでも変えられるんじゃ、あと3分で捨ててましたなるんじゃないかなと思いました。で、じゃあ基礎知識はここで終わってですね、パートナーシップの問題なんですけれども、まず一つは、なんというか、今ちょっと頭が飛びました、今私ずっとやってきたのがカミングアウトしてから、4都市5カ所で、パートナーシップの問題を考えようというまずシンポジウムをやりました。大体これで700人の方が集まっていただいて、まずやろうと思ったのは、一体私たちは何に困っているのかということをまず声を上げようということを始めたんですね。というのもマイノリティはマイノリティであるがゆえに足を踏まれても仕方がないってやっぱ思っちゃうんですよね。あと自分一人声を上げても変わんないよっていう、そういうやっぱりすごく自分たちで自分一人が声を上げても仕方がないんじゃないかというようなやっぱ問題ってすごくあると思うんですね。そうじゃなくて、今まで見えなかった私たちにはどういう問題があるのか、まずは自分たちで語り始めようよっていうのがこの、レインボートークの趣旨でした。で、その中でいろいろ出てきたのが、例えば国籍が違うパートナーがいた場合に日本に帰ってこれないという人がいます。イギリスでは例えば今シビルパートナーシップ法ができました。
イギリスではイギリス国籍のパートナーと日本国籍の人が一緒に住めます。しかし日本に帰ってこようと思ったらパートナーの配偶者ビザが取れないから私は日本に帰れないという人がいます。また実際に、パートナーシップがないというところで、まあ、友達同士ではでしかないという今の日本の現状の中で一番困ってくるのはやっぱり万が一相手に何かがあった時なんですよね。元気な時はまだ大丈夫かもしれない、なんとか乗り切れるかもしれないけれども、相手が万が一病院に入ってしまった時に自分は一体どの立場で会いに行けるんだろうか、万が一相手が亡くなってしまった時にお葬式で一体自分はどこの席に座るのか、自分の一番大事な人が亡くなったのに自分にはもしかしたらお葬式に座る場所がないかもしれない、友達としてしか別れられないかもしれない、2人で暮らしていた家はそのまま一緒に住めるんだろうか、いろんな問題が実はあるということが分かってきました。そういうことをですね、どういうふうに解決していくのか、これはまたずっと話になりますが、こうしてここに議員が2人いるのはこれは最終的に政治の問題になるからですね。このシステムをどう変えていくのかというのは最終的に政治の問題になっていくということがあって、まあ、ご福島さんも来ていただいているのかなというところで、はい、私の方を終わらせていただきたいと思います。では次は石川さんですね。はい。